それでは黒橋所長お願いいたします。はい、えー。今ご紹介していただきましたあの国立情報学研究所 NII の所長を、あの去年の4月から務めております黒橋と申します。よろしくお願いします。 あのこの施設も大変素晴らしい環境の中にあって私もあの何度も会議といいますかうちミーティングに使わせていただいておりますあのカレッの皆様にはお世話になっていると思いますけども、えー、どうぞよろしくお願いいたしますで今日はあの一応ですね AI はどうして急に賢くなったのか、えー、これからどうなるのかというタイトルでまあ一時間半までいかないと思うんですけど1時間少し お話をさせていただいてまいろいろあの。ご心配といいますか。あの、えー、お聞きになりたいこともあるかと思いますので、まあ、少し。ディスカッションといいますか？そういう時間を長めにはしたいと思っております。で、先にこあの結論を申します。と、どうして急に賢くなったのかは？はまあ、世界中。誰もしっかりは分かっていません。まあ、しかし、こういうことが要因であろうと。と いうことはいくつかありますので、それをあのご説明したいと思います。それからまあこれからどうなるのか、これはもっとわからないわけですけれども、えー、まどういう方向性がありえるのかということを最後に少しあの私の感じていることなどをご説明させていただこうと思います。それでまああのやっぱりチャット GPT というものがまあ、最近はもう本当に 毎日のようにニュースになっているという状況が続いています。これはオープン a i という会社がですね2022年の11月に公開したチャットボット対話の対話するシステムです。でその基本的なコアとなっている技術は大規模言語モデルとラージーランゲージモデルということで。 LLM とこのあと略称して使わせていただきます。で OpenAI という会社は2015年にサム・アルトマン今 CEO でよく出てきますけどもそれからあのこれも有名なイーロン・マスク等によって設立された AI の研究所でありましてマイクロソフトも非常に大きな出資をしています。でこれ以前にも 自然言語から画像生成をする、画像を作り出すようなダリとかダリ2とかですね、そういうモデル、それから音声の認識を行う、この話している言葉を書き起こすといいますか、そういうウィスパーというようなシステムも開発されてきています。で、この右下がこの、すみません、このダリの例ですな、例なんですけども、こう入力としてコンピューターに 言葉でここに書いてありますのは馬に乗っている宇宙飛行士を写実的に書いてくださいとそういう図を作り出してくださいということをテキストとして入力しますと、まあ、こんな絵が出てきますこれコンピューターが作り出している絵になるわけですけども、まあ、こんなこともしていた会社がチャット GPT というものを2022年の11月に 公開しましてこれが非常に何と言いますか言葉を操るといいますか人間と対話ができるということで非常に注目その後されているわけです。でちなみにあのいつもお伺いしてるんですけどもチャット GPT を使ったことがあるという方はちょっと手を挙げていただいてもいいですか。分りました。ここととがあるということです ChatGPT は無料版と有料版とありまして有料版の方が若干っていうか結構賢いんですけどもオープン AI は徐々にその有料版の今の賢いものを無料版の方でもサービスしていくということを言っています。でこの大規模言語モデルというところが一つ大事なところでありまして。 えーまあ、まず簡単にどんなふうにそのトレーニングといいますか、えー、コンピューターがそれを学んで,、えー、でどんなふうに使うかということをちょっとご紹介したいと思うんですけどもまず、あのー、そもそもはニューラルネットワークのモデルです。でそれについてちょっと後でご紹介しましてここではまあこ,こ,ここに書いてあるのがまあ非常に大きなネットワークだと思って。 見てください非常に小さい絵ですけれどもでここに学習すすするるためのデデーータタをを与与ええます、えー、膨大なデータを与えるわけです例えばこれ本のその1断片は「日本の少子化対策には次のようなアプローチがあります」なんとかというようなテキストを与えてでこのニューラルネットワークにこのテキストを1単語ずつ与えていきましてその次の単語を予測するように このネットワークを学習しますネットワークの学習が何を意味するかはちょっと今日あともう少しご紹介しますけどもでこのこっからですねこの場合日本のですからのという、まあ、助詞が出てくるようにこの中のネットワークの学習をすると学習というのは重みをまあ調整します。でその次の単語が小詞ですから 日本のときたら「少子」が出てくるようにまたこの中をちょっとアップデートします。で「科対策」には次のようなというふうに次々と学びたいテキストを入れていってその次の単語を学習するとその次の単語が出力されるようにネットワークを学習するパラメーターを更新するということをします。 でこういう考え方を自己教師あり学習という,ふうに呼びますで、えー、少し広い分野で言いますとこれは機械学習マシンラーニングという分野の技術でしてでマシンがまあ学習するわけですけども学習するためにはそのための教師データこれがこの問題にはこれが正解ですよみたいなデータを与える必要があります。 でこれを大量に作ることが非常にコストがかかりますので、まあ、それが大きな課題であったわけですね。でこの自己教師あり学習っていいますのはその何て言いますか特別の機械学習のための教師データを作らなくてもつまり大規模なテキストっていうのは例えばウェブ上にもですねこれまでに蓄積されてきた書籍に。 でも使う,わけ使うことができるわけですので実際にこの世の中に存在しているデータを割とそのまま入れれば機械学習ができるとコンピューターを賢くすることができるとこれが一つ非常に重要なポイントです。ですのでこれ以前に機械学習というのはかなり進んできたわけですけれども世の中に割と自然に存在している人間の書いたテキストの大きな集合を使うことで こういうトレーニングができるというのが一つのポイントです。でこれをそういう学習が終わりますとこのモデルっていうのは次々とその文脈ここのここにまで与えられたテキストに対して自然な次の単語を出してくるわけですけどもそこも1単語ずつ出してくるわけですね例えば「日本の少子化対策はどうすればいいの?」というものを入力として与えますと。 まあその続きとして妥当なテキストを1単語ずつ出すとで例えば日本の少子化、えー、対策については次のような方法があり,も、えー、や方法があります1位なりなり2位なりなりというのを、まあ、このあとそのんて言いますか勢いに乗って生成するというのが、まあ、言語モデルの基本的な働きです。で1単語ずつ出すんですけどもこの文脈をしっかり見て 妥当な単語を次々と出しますので、まあ大きく見れば人間と対話しているというようなことが実現されています。で,、えー、とではそのこれ大規模にはなってきたんですけども言語モデルっていうのはまあそもそも何かというとすで、まあ、にここでも申し上げたんですけどももともとですねやはり次の単語の確率を計算するというものが言語モデルだったわけです。 でこれはもうちょっと簡単なというか単純な「私はリンゴというところまで文が与えられたとしますと次の単語は何でしょうというと、えーまあ、例えば「食べる」とか「かじる」とか、まあ、そういう単語が我々も思い浮かぶと思うんですね。これをコンピューターにもさせるというのが基本的な考え方です。 でこれどうやったら次の単語が予測できるかというとこれも非常に単純な話でありましてやはり大きなテキストの集合を、まあ、コーパスと呼びますけども大規模コーパスを与えてその中で「私はリンゴというのが出てきた場所を探すわけですね。でその次の単語が何であるかということも数えて。 私の今日の話ほとんど数式とかは出てこないんですけど何か所かだけ出てくるものの一つがここでありましてこの記号は「私がりんごを」というのが与えられた時に次に「食べた」というのが来るそういう確率を意味しています。これはどうやったら計算できるかといいますと「私はリンゴを」というのがこの大きなコーパスの中で何回出てきたか。 そのうちその次が食べたであったのが何回かということを数えればその割り算で出てきます。これは本当に説明のためのシンプルな例ですけれども5回「私はリンゴというのが出てきてそのうち2回が違いますね3回が「食べた」ということになっていますからこの「私はリンゴの次に食べたが来る確率は60%ということになります。 実際にはかなりいろんな単語が出てきますので、まあ、あのその中でももちろんよく,よく出てくる単語というのは少し確率が高くなって、まあ、それでもそんな普通は60%にはならないと思いますけどもとにかくそういう形で区別がつくと。いうのも、 テキストでこれはまあ言語私もその言語のずっと研究をしてきたわけですけどもコンピューターで言語を使うそのまあ言語は何でも言えるわけですねあの物語でも言えますし私がなんか夢を見ていたら悪夢でリンゴが襲ってきてリンゴをパンチしたというようなことをブログに書いている人がいるかもしれないとまあそういう例外も含めて 言語っていうのはどんなことでも表現できるわけですが、まあ、しかし大きなコーパスで数えればそれなりに妥当なものに妥当な確率を計算することができると、まあ、それが言語モデルでしたただし今のニューラルネットワークあるいは深層学習というものが非常にこう盛んといいますか技術が進んできて大きな技術進歩があるわけですけども、まあ、この 言語モデルの研究っていうのはもう何十年という歴史がありました。でほんの10年ぐらい前までは基本的に、まあ、まさにここに書いてありますように記号言語も記号ですよね「リンゴという一つの記号「王という助詞を示す一つの記号を単位としてこういう確率を計算していたのでここはちょっと説明を要しますが記号のこう たとえこう自然な我々の感覚で人間の感覚で自然な分であってもどんなに大きなコーパスで数えてもごくごく自然な分が一回も出てこないということは当然ありえるわけですそうしますとこの確率を計算した時に0になってしまう場合があって1か所でも0になるとその確率って掛け算をしていって計算しますから0になることが問題になります。でそういうい意味で じゃあ過去の,このまあヒストリーといいますかどれぐらい文脈を見るかというのがたとえ大きなコーパスを持ってきたとしてもまあたかだか3単語だったんです、ね、3単語見てまさにこんな例です「私はリンゴといえばまあ食べたがきやすいとそういう3単語だけ見て次の単語を推測すると、まあ、それが10年ぐらい前15年ぐらいかな前まではそんな感じでした。 でそれがニューラルネットワークで激変したわけです。今何単語ぐらい文脈を見て次の単語を予測しているか想像してみていただいて、どれぐらいだと思われますか。村上先生どうでしょう。かなりの数ですね。はい、かなり数。これはもうどんどん大きくなっていますけれども。 まあ少なくとも数千単語とかですねもう数万単語入っている時もありますですのでまあ数万単語まで来ますとまあ本当に小説1冊分ぐらいのサイズが入って次の単語をそれだけを考えて次の単語を妥当なものを予測しているとそれをバーッと繰り返すわけなのでまあ非常に妥当なといいますか文脈を踏まえたような回答に回答といいますか応答になってきているというわけです。 でそうなってきたポイントはやはりこのニューラルネットワークというものの利用なんですけどもでその中では言葉をどうやって表現しているかといいますと、えー、前は記号だったわけですね昔はで。記号っていうのは一応 ID っていいますかコンピューターの中では一応数字にマップされますけどもそこの数字には意味がないので。 えーまあ、リンゴはリンゴみかんはみかんある ID を持っていたというわけですでところがニューラルネットワークの世界ではこのリンゴとかみかんというものをこのベクトルである表しますベクトルというのはまあ実数ある数値がまあ例えばですね1,000次元とか1万次元とかですね1,000個の数字とか1万個の数字でまあこれを表現しているということになります。で これ誰がリンゴに対してその1個目は -0.03 で2個目は0で3つ目は0.01と誰が決めたかというとこれはもちろん学習したわけですコンピューターが。どうやって学習したかはま,ああのまた後でもう少し申し上げますけどもあのもちろん全て全自動です。どこかで人が介して何かをしているということではないんですけどもまあこんな表現をします。でうまくこういう学習ができますとどうなるかというと。 こう意味が似ている言葉はベクトルとしてこの近い向きになります、まあ、ベクトルとして近いと言ってもいいですしとにかくこの数値の並びが似ているということになります。つまりりんごとみかんというのはまあ果物で甘くてというようなものですから、まあ、かなりこの値が似ていると。中学か高校の 数学を思い出していただきますとこうベクトルとして割と同じような方向を向いているということになりますまあ、それに対して車というのは、えー、まあ具体物で物という意味ではそんなにめちゃくちゃ違わないわけですけれどもまあ、もう少し意味を細かく考えると相当違うのでベクトルとして違う向きを見ているでこういうふうに意味をコンピューターの中で扱えるようになったということもまあ、もう一つ大きな AI が賢くなった理由です 単に記号として扱ってますとやはり同じ言語はですね本当に面白くて同じ内容を表すすののにかなりり複数の言い方がありますよ、ね、でそれがちょっとずれるので例えば検索とか、まあ、いろいろコンピューターとやり取りすることが難しかったわけですけども、まあ、こういうふうに意味のある抽象化した世界にマッピングしてしまうとそのあたりが吸収できると。 で先ほどの言語モデルでたった3単語しか過去を見れなかったわけですけれども、今こうなってくると、まあリンゴもみかんも同じようなものですから、その何単語を見たかっていう幅が広がるわけですね。でリンゴを見てもみかんを見てもま同じようなことだと、まあ、コンピューターが思い始めたということになります。でとはいえですね、この千次元千次元っていうのは、まあなんか意味を表す上ではそんなに あまり大きくないなと思われたかもしれませんが1,000というのは実は実数のこんなふうな値を取りますけれどもマイナス1か1のどちらかを取るというふうに考えただけでも2つ値を取りえるわけですからそれを1,000個値を取るということは2の1,000乗とそれだけの空間を表すことができると。で2の1,000乗というのはだいたい10の300乗ですから。 まあ10の300乗の意味をまあ軽々と扱えるというシステムですのでまあこれは意味を扱う上でまあかなり十分な表現力を持っているということが言えます。で、えーまあ、ニューラルネットワークになりましたのでということを申し上げましたけれども。 じゃあニューラルネットワークってまあだいどんなものでその学習っていうのは何かということをまこれも本当にあのごく簡単なものでご紹介したいと思います。ニューラルネットワークというのはまネットワークですのでノードとこのなんかそれがつながっているリンクがあります。でそこのリンクには重みがついていましてこのリンクにはま W1 と今書いてますけど例えば0.5とか。 1> 1. とか、まあ、そういういい重みが持っていますで入力のある信号が来てこの底の信号というかその値にこの重みをかけてここに持ってきて足し合わせますこれももう最後ぐらいの数式だと思うんですけどもこれはそれぞれ入ってきた値にこの重みをかけて全部足しますということを言っているだけの式です。 そうすると、まあ、例えばこれが1でこれが0で次が1でとかなっていましてこれが0.5でこれが0.3でとかなっているとまあ分かりません3.5とか、まあ、そんな値が出てくるわけですねここに足し算が。でこの足し算をそのまま使うのではなくてここでちょっとその若干式に書くとややこしそうなこんな式でさらに変換をしますがこれは気持ちは。 例えばマイナス三よりも小さかったですね。この値がマイナス三よりも小さければもうこれはゼロにします。で三よりも大きければ一にします。でその間例えばゼロぐらいですと二分の一にしてまあちょっとここを滑らかにつないでいます。でこれはまああのそもそもニューラルネットワークっていうのは人間の神経細胞をモデル化していましてこう情報が入ってきて それがある位置この場合ですと0ですねを超えると信号を通すと1を出すとそれ以下であれば0にしてしまうとまあそういうあのえ関数といいますかで最後調整をして出力をしているということになります。でこの出力に対してこの出力に対してといいますこの入力に対して本当はどういう信号を出してもらいたいかということは 分かっています、まあ、例えば次の単語は何かというのが分かっていますからそれと今のネットワークの出力を比較してもしこれが違っていればえこ,れこの値がえ t に近づくようにその教師の信号まあこの場合は1にしなさいとこの場合は0にしなさいという時にここの信号が逆であればそれを補正するように直すようにこの w を 直すわけですねで、これがほん多分最後の式で、えー、ここでちょっと微分をします微分、うんえー、この T とあこのアウトがちょっと大きな字になっていてすみませんこの青い Y アウトのつもりですけどもここの間が一致していればゼロですから誤差はゼロになります、えー、これが違っていればある誤差の値が出てきますで、誤差の値が出てきていたらこの ウウイイトトの古いウエイトをちょっとだけ変更しま,すまあそれぐらいに思っていただければと思います。ですので今答えたものが正解ならもう何もしないと答えたものが本来の教師信号とずれていればまあその差に応じてここを少しアップデートすると、まあ、そういうものがニューラルネットワークの中で起こっていることですが、まあ、ここではこのノードが えまあなんとなく10個ぐらいありそうな感じで書いてましてこの重みも10個ぐらいありそうだというわけですけどもえ今皆さんが使っておられる方もおられると思うんですけどもチャット GPT はこの重みが何個あるかというといくつですか片岡先生はご存知ね皆さん大体どんな桁だと思われますか これがまあいろいろありますどんどん大きくなってきていますけれども大体2,000億2,000億とかありますただしそれは人間の脳細胞の数よりはまだ何桁か少ないしかしどんどん大きくなっていますからまあそのうちそれぐらいになるかもしれません今2000億個あります、まあでも最新のしっかりしたコンピューターを使えばそういう計算がまあかなり高速にできると、まあ、そういうものです ただ原理は基本的にはこういうことで動いています。で、えー、このネットワークを使うと、えー、言葉の意味をベクトルで表現することができてでそれで、えー、ニューラルネットワークでのこの言葉を扱うという技術がどんどん進化して、えー、それから何年かして今のような状況になったわけですけども、まあ、その最初の研究がですね ここに書いてありますワーードツベックと呼ばれるものですこれもそうですねでも2013年ですからもう11年前になりました。でこれがまあ,あのニューラルネットワークで言葉を扱うことの有効性を、まあ、広くみん,なみんながですね知るようになった最初の研究と言ってもいいかもしれません。まあ、これ以前にあの画像を認識してこの画像には猫が写ってるとか。 ロカゾーンには犬が写っている、まあ、そういう物体認識でニューラーネットワークはそれまでのニューラーネットワークを使わない技術に比べてジャンプがあったわけですけどもそれがまあ言語の世界でまあここではこの2013年頃に初めてそのジャンプが確認されたと。でこれはですね先ほどまあ本当に簡単な1階層のネットワークを示しましたがまあこれも実はこの当時もまだまだ簡単なネットワークでしてまあ3階層です。 入力の層で隠れ層といいますか？中間的な層ですね。で、ここに出力の層があります。で、この入力の層と出力の層はま単語の語彙の数に対応しています。で、これはまどれだけ扱うかはそのまあの設計次第なんですけれども。ま例えば3万単語を扱いましょう。とま3万単語ぐらいあればあの。 重要な単語高頻度な単語は大体カバーできるとそうしますとここは3万個濃度がありますで隠れ層はまあ500濃度とかそのものですねで出力はまたこの単語に相当しますのでそういう意味では3万そうすると3万それから真ん中が500また出口は3万、まあそういうネットワークを考えます、まあ、さっきよりはちょっとだいぶ大きくなりましたけども、まあ、現在の2,000億よりはだいぶまだまだ小さいものです。 でここでどう何を学習したかというと結局あの、まあ、これはずっと以前から言われていることなんですけども言葉の意味っていうのはその言葉が使われる周りに一緒に出てくる単語によってかなり表現できると、まあ、それは直感的にもなんとなく理解されると思うんです、ね、今逆にそうでない説明がなかなか難しいと思うんですけども、まあ、狂気といいますか共に起こる。 ある単語が使われた時にその周りにある単語はどういうものかということでその単語の意味を表現できるとでそうすると例えば「りんごを食べました」という文が与えられればまずその例えば「りんご」に対してここを1にします。リンゴを見つけましたというでこの出力のところで「食べる」というのと一緒に出てきていますから「食べる」は推測するように1にします。でえー、重要なのは じゃあ何とは一緒に出てこないかというのを定義するのは逆に難しいわけでしてそこは非常に大雑把なんですけどもランダムに適当,に適当な単語を与えますそういういいう加減な話です,そうするとまあ走るっていうのはその時ランダムに選ばれたものですけどもじゃあ走るとは一緒に出てこないでしょうということでここを0にしますそんな形で一緒に出てきた単語を1に出てこなさそうなランダムに選んだものを0に。 なるようにこのネットワークをトレーニングするわけです。トレーニングの仕方はこの前のそうですねこのスライドで言いましたようにその1と0がずれていればそれを直すようにここのウェイトをアップデートするわけですね。でそういうふうに学習すると例えばここの最初ののこのノードはですねリンゴに対応するノードですでウェイトを計算します。例えばリンゴの次の単語が車だったら リンゴの次の単語は車じゃないです「のの語は NO」であれば「NO」に対応するところを1にしてまたその周りにある単語を1にしてランダムに選んだものを0にすると、まあ、そういうことを延々と繰り返すわけですね。でそうすると最終的にこ,このノードから出ている、えー、つながっているこのリンクですねここの重みがこのリンゴの意味を表すベクトルになります。 今この真ん中は500個濃度があると言いましたのですなわちこのリンゴの意味はこの500個のウェイト500個の実数がそれを表すベクトルになるわけです。まあ、さっき1000とか,か1万とか言いましたが今回500にしました。で例えばここが隣が車ですと車から出ていっているリンクのウェイトが車の意味を表すベクトルになるということです。でまあ、そうやって 一緒に出てくるかどうか、どれぐらい出てきやすいかということで、このリンゴとか車とか単語の意味を学習したわけですけれども、その結果がですね非常に面白かったのでまあ注目されたわけです。どう面白いかと言いますと、例えばこんなことが起こりました。これまあ一応ベクトルで書いているわけですけれども、例えばキングというベクトルがあります。でキングの意味とキングスの意味の差 はまあベクトルの引き算でで表せるわけですねそれとクイーンズとクイーンの差これもまあ引き算でやはり例えば500次元のベクトルになります。でそれが同じような向きを向くというわけです。つまり言葉の中でこれは英語の世界です英語の世界で複数を表すと複数形を表すというのは同じ意味のベクトルになるあるいはまあこっちの方が面白いかもしれません。 マンという意味のベクトルとウーマンという意味のベクトルを引くと男性女性女の差というベクトルができますでこれをアンクルとアントとかキングとクイーンとかの間で引き算してもやはりかなり近いベクトルになるわけです。でこれやってることはもう一度「マンはマンでその周りから意味を学んだ」と。 耳を学んだわけですその結果のベクトルの中が非常に何て言いますか妥当な意味空間を作っていて男女のの差とというよううよよなものが同じベクトルで表現されるように分かったとでこれぐらいの意味空間があると、まあ、その後の意味的な処理、まあ、例えば最終的には我々と対話するというようなことが非常に高精度にできるようになったとまあ、これが最初の仕事になります。 であとはもう少しもうざざざっとあもうちょっとかなあの説明をしたいと思います。それで今のがあのニューラルネットワークでそれから言葉をベクトルで扱うということの、まあ、最初の研究だったわけですけども、まあ、そこからこの大規模言語モデルという話につながっていきます。で、えっと、まずその大規模言語モデル,モデルですねラージ・ランゲージ・モデルの歴史ですけども、まあ、これもあの自然 言語処理、あの言葉をコンピューターで扱う分野の中の、まあ特に機械翻訳という研究の中から、まあいろんな技術が生まれてきました。でその一つは、あの今でも非常に重要なもの、アテンションと呼ばれるものです。でアテンションと言いますのは、その機械翻訳というのは例えば日本語の文を与え与えられて、それを英語に翻訳すると、まあそういう技術ですね。で日本語の文が与えられると。 英語の文はやはりその英語の文の先頭から一単語ずつこう生成していくわけです。で与えられた文を見て順にその翻訳文を作っていくわけですけれども一単語一単語生成するときに次の一単語を出すときに元の例えば日本語の文のどのあたりが次は大事かということに着目しようということです。でこれがアテンションと呼ばれるものですね。えー 機械翻訳において目的言語の例えば英語の次の単語を生成するときにゲ言語の例えば日本語のどの部分に着目するかを見つけてくるとまあそういう技術だったわけです。これもまあもうちょっとだけ例でご紹介しますとまあ先ほどあのえ簡単ネットワークがご紹介しましたけれどもまあ,あのその後の ワードベックに近い感じですね入力は単語の次元に対応していて、まあ、中間濃度がこんなふうに500次元とかそれぐらいあると。でさらに出力の次元になっていると、まあ、こんな3階層のネットワークで、まあ、これを純伝型ニューーラネットワークと呼びますですねここは、X、と書いてありますけれども、まあ、これはベクトルこれは中間状態これはまたベクトルというふうに思ってください。 でえー、と先ほどの順、えー、伝播でしたけれどもここにこういうループを入れますでこれを再起型ニューラルネットワークリカレントニューラルネットワークと呼びますでこれは何をしているかというとこの x という入力がこう時間各時間の情報になるんですね各時間での情報になってここで一周しているというのは 一つ前の入力のこの隠れ層の状態を引き継ぐということをします。で、これはあの実は世の中の情報っていうのは相当程度時間時系列情報でありまして、この喋っているのもテキストもまあ一単語ずつある意味時系列で並んでいるわけですね。まあ、動作の認識でもそうです。えー、人が歩いて行って足を動かして。 取っっ手を握てて出ていくと、まあ、これも時系列情報なわけですね。でそういうことを表すのにこのリカレントニューラルネットワークっていうのは非常に適していました。でこれ展開しますとこんな形で順に x1x2 というふうに入力が入ってきてでその中間状態の前のものも引き継ぎながらここで処理をして何かを出力するというこんなモデルです。で実はこのモデルは言語モデルに非常に適合していまして私は学生ですというのを順番に入力にして。 私の次は和を推測して私と和私はとくれば学生を推測して私は学生ときたらまあ例えば次はですを推測するという先ほどまさに最初に申し上げた次の単語を順番に予測するようなモデルとしてもまあ使えるわけですね。で実は最初の最近あのコンピューターで翻訳をするというのはかなりできるようになってきているわけですけどもまれどもこれをニューラルネットワークで やろううとということの最初の研究はこれ2014年に出てきたんですけどもそれはどんなものだったかといいますとこの「私は学生です」というのでまあその先入力はこう全部これを食べればいいので別に推測はしなくてもいいわけですけどもまあここで文章入力文は終わりですよというちょっと特別なマークを入れたあとにこの中間状態から今度は「 英語の単語を1単語ずつ出していくとこれはまさに言語モデルですで動かしたものが最初のニューラル機械翻訳だったわけですねで、まあ、この中間状態結局この人がしっかりしているかどうかですね私は学生ですというのを順番に食べていって次の単語を予測できるような形でしっかりその内容を持っていっとしたらそこから次「愛」を出力して「愛」I、とこの中間状態から次また「アム」を 出力して編むとこの中間状態から青を出力して、まあ、こういうものが本当に最初のモデルだったわけです。ですねかなり単純ですけどですけども長い文の翻訳はこれなかなか難しかったと。ですのでそらく私は学生ですぐらいであればこのモデルで十分学習できると思いますが一般の新聞の文ってまあ30単語とかですねそれぐらいあります。 そうするとま30単語前のことを全部覚えておいて、ここで全部表現しなさい。というのはちょっと難しかったということになります。であ、すいません。で、ここでこの入力をずっと食べていくといいます。かえ、処理していくところ、をエンコーダー出力していくところをまレコーダーと呼んだりしますけども。ああ、いずれにしてもここで全部覚えておくのはしんどかったでそういうことなので、この間に。 どこに注目するかというこう新しいもう一つこうモジュールを足したわけです。でこれはどうやって計算するかというと例えばですね「私は学生です」に対してこのエンコーダーの表現ちょっとまあ時代が時代といっても半年ぐらいかもしれませんが進んでここの表現が複雑になってますけど、まあ、これはあんまり本質的ではなくてこの「I am a」とここまで出したとしますとその次「 この入力のどこに着目するかをまさに調べようという枠組みが作られたわけです。でどうやってどこに着目するかを計算するかというとこれはもう非常に単純でしてここの中間状態のベクトルとこの私とかはとか学生とかの内部状態のベクトルをどれぐらい近いかというのを計算しまして、まあ、近いところは大事だろうと考えることにしようと。例えば この場合にはこの辺りのベクトルと0.7非常に近いそのですとも0.2近いあとはあんまり近くないということになればこれ足して1になるようにこう計算するわけですけどもこのウェイトに従ってこの元の意味表現を足し込むわけですね。このベクトルをこここののベベククトトルルをを倍倍ししししててていううふにに足し込みますでこの足し込んだ文脈ベクトルと呼ばれるものを。 も見ながら前の単語前の内部状態そしてこの新たにどこに注目するかというものを足し合わせて次の単語を出しましょうまあこれがえアテン最初にというかこの話の最初に申し上げたように機械翻訳において 入力から出力を出すときに出力の単語を1単語ずつ出すわけですけれどもその次の単語ここで言えばスチューデントを出すにあたっては元の文のどのあたりが大事かを探しましょうと。でその計算するこのアテンションという枠組みがニューラル翻訳の中で発明されたということになります。で、えーまあ これがですね今実は本当に今につながる大きな発見だったわけですね。でこのアテンションを備えた機械翻訳というのが2014年に考えつかれましてでこの辺りで例えばまあウェブ上でですねグーグルのサービスで自動翻訳が使えるというものが公開されてまあ皆さん それまで機械翻訳ってなんか非常にこうガタガタした不自然な、えー、あんまり使い物にならないまだ技術だったわけですけども、まあ、ここでかなり一気にまあ機械翻訳って結構使えるなというぐらいになってきたわけですね。で次にもうここからはあのもうお話として聞いていただくような感じになりますけども2017年に「トランスフォーマー」というものが出てきました。でまあチャット GPT は本当に指示のニュースに出てくると思うんですけども トランスフォーマーは出てきませんがまあ実は世の中はほぼトランスフォーマーになっていますそれを最後使うシステムの名前としては例えばチャット GPT とかあるわけですけれどもまあトランスフォーマーというのは今の本当に AI の基盤技術ですこれは言語だけではなくて画像とかロボットとかもう全体がトランスフォーマーになっていますでそれは実は実は最初は翻訳のモデルだったんですねで何をやったかというと今言いました 次にどこが大事かというのを着目する技術をもう少しこうちょっとどう精緻化したかはちょっと大変なので今日はもうほとんど申し上げませんけども精緻化してかつ前の説明で理解いただけたと思うんですけども、えっと、目的言語と原言語の間の大事なところを探してたんですけどもその間だけではなくて 目的あ原言語の中でもそれから目的言語の中でもその文の中での関係で大事な関係性を見つけるということにも同様にこのアテンンションというう技術が使われるようになりました。でこの論文はあの論文のタイトルも面白くてですね「アテンション・イズ・オール・ユー・ニード」というのが論文のタイトルです。だからそれまではリカーシブ・ネットワークでまあやってたんですけどもそこにアテンションがちょっと入ったわけですが。 もうリカーシブの,そのアーキテクチャは必要がなくてアテンションで全部やりましょうという論文これはこの絵をちらっと見ていただく程度なんですけどもまずまあ階層が何階層もあってその中で入力に対する入力の中の関係性を見るアテンションということを行って。 で出力の方も13個ずつ出ていくわけですけどもそこでもその中を見るアテンションがあってでその間をつなぐアテンションもあるとまあアテンションだらけであるというモデルであります。で面白いのはまあこれであの機械翻訳の精度ももちろん上がったわけですけどもそれ以上に例えばこちらはこちらでこのセルフアテンションというのがその文の意味理解を何かしていると。 いうことが分かってきましたし、この出力側についても、まあ、同様です。ですので、そこから。翻訳のためのアテンションから。それは実は。文の理解にもなっていると。いうことに。つながっていきます。で、この左側の、あの。左側って、先ほど言いました、エンコーダーって言いますか。翻訳で言えば、入力するものを扱う。モジュールを。いろいろな、こう、言葉の理解のための。 えー、問題に適用したものが、まあ、b バートと呼ばれるものでしてこれが2018年に出てきて、まあ、これも非常に盛んに研究されたわけですね。でここではまあ分類の問題を解っていうのは何かというと、まあ、事前にあのタスクが決まってその答えはこの中のどれかですよというふうに問題がきちっと定義されてでそ,れそれを選ぶと。 いう意味でま分類をする AI であったと言えると思うんですね。でところがですね、オープン AI はこの実は右側、え翻訳でいう次々と目的言語の単語を出していく側にもっと注目したわけです。でこれがあの面白いと言いますか、こちら側ですから目的言語を 1, 1単語ずつ出していくのでまさに生成なわけですね。 ですので今もう生成 AI とずっと言われていると思うんですけども、その生成はまあここで言う生成、もちろんあの画像を作り出すような生成もありますけども、まあこちらの生成のインパクトが非常に大きいと思います。まあなぜなら次々と単語を出して自然な文を出せるということは結局人間も言語でコミュニケーションしたりテキストを書いたりしているわけですから、人間とコミュニケーションが できるようになったということですねこう分類問題を解くだけではま人間とのコミュニケーションはできないですね人間にとって何か役に立つ例えばこのテキストが与えられたときにここの部分が病気の症状を表していてここの部分が病気のに効く薬剤を表しているとかまあ、そういうテキストの解釈みたいなものができますしあるいは そうですね、まあそれぐらいですか。そういうことはできますけれども人間と自然なコミュニケーションができるという意味ではやっぱり生成ということが非常に重要です。であのこの右側 GPT それを GPT と呼ぶわけですけれどもこのトランスフォーマーの右側についてこのそのモデルがですねどんどん大きくなってきました。あの先ほどど階階層層ががあるるとと言いましたけどその階層が大きくなるとか 一つの単語を表すためのベクトルの次元が大きくなるとかとにかくそれでネットワークが大きくなっていったという歴史です。で2018年の GPT の最初のモデルはこの M というのは100万ですので1億パラメーターぐらいというサイズです。で2019年の GPT2 というものは1.5ビリオンですから1 0億 5億,15億ですねで2020年の g p t 3は175ビリオンですので1750億というまあ先ほどもちょっと申し上げたようなサイズになってきました。でこの後あとここまでは大きな非常に大,大規模なコーパスを与えて次の単語を予測していたわけですけれども、まあ、その最後にですねそれが終わってから、まあ、少し。 うんまあ,あの学校の試験のようなと言いますか質問をしてそれに答えなさいというような問題集を少し用意しましてその問題集を解かせるということをやったのがこの GPT3.5 呼ばれるやつですでこの問題集を解かせるとまあ何て言いますか不思議なことにコンピューターの AI の中の頭が整理されてですねその問題 を解けるだけではなくて、かなりこう。一般的な問題に幅広く柔軟に対応できるようになりました。で、このトレーニングを、えー、対話のデータに対してやってこう。対話がうまくできるようにしたものがチャット gpt でこれをさらに大きくしたものがパラメータを大きくしたものが GPT 4でまあ、今まだですね。この gpt 4が基本的には最も賢い。ai。 ということになっていますでただしですねこのチャット GPT とか GPT−4 というのはもうあの中身が公開されていませんどういうふうにそのモデルが作られているかの本当の詳細は分かりませんがい、まあ、われているいろいろリーグ情報もありまして言われているのはここでは2兆パラメータですので先ほどの2,000億よりもさらにもう一桁大きなパラメータサイズではないかと言われています。 これは使えますのでどんなことができるかということは今何となく分かっているわけですけれども2023年の3月だったと思いますけどの段階でまず画像も扱えるようになりましたそれからいろいろな言語を扱えるんですけれどもその能力も上がりましたそして何よりもですねこのアメリカの司法試験ですとか大学入試ですとか医師の国家試験だとかそういうものに解かせてみると 合格すするレベルになっってしまったんですねで、まあ、合格大学入れるだけじゃまあちょっと駄目なので本当に本当にあの賢いかというとそれはまあもう少しかもしれませんが、まあ、しかしそこまで来たということは事実であります。でさっきちょっと言いましたあの問題集みたいなものを解かせると頭が整理されますよといったものは、まあ、例えばこんな問題でして。 まあ中身はちょっと柔らかい問題になっていますけどもえっとこれ以前はというか事前の非常に大規模なところで次の単語を予測するというのはまあ別にそのテキストの形にはこだわりはなくてですね例えば小説1冊をずっと次の単語を推測するとか論文の次の単語を推測するとかまあ何でもよかったわけですけどもここではちょっとそのテキストの形を問題風にあの整理しています。 で2つタイプがありまして1つはまあ本当に質問があって答えると、えー、これなんですかね「ポテトチップスの袋はなぜ開封後に古くなるのかと」と古くなるのかちょっと変ですけども多分英語を本日本語に翻訳したのかもしれませんがポテトチップスの袋は窒素で満たされていて多くの消費者も何だかと、まあ、こういうふうに質問に答えるテキストを与えてこういう答え方ができるようにやっていることは一緒ですパラメータをアップデートします。 もう一つのタイプはこの人間のフィードバックで学びましょうということでこれもなんかちょっと面白い例「父とは疎遠なのんですがもう一度連絡を取りたいと思ってますなどかとか」というような質問をするとこの答えのを2つですねあるいはまあ複数用意してどっちの答えがいいと人間が思ったかというはこれを改めて人間に聞いています。で人間がいいとより思った方をより出しやすく。 人間があまりよくないなと思った方が出しにくくなるようにパラメータを少し調整すると、まあ、この2つのタイプのインストラクション、まあ、指示ですねを行うことで頭が整理されたということになります。ということでこれで半分ぐらい終わったんですけどやっぱり時間それなりに時間かかりそうですがでこのあとはですねもう少しこう定性的なといいますか GPT とか AI の、まあ、性質についての議論になりますと続けてやって大丈夫でしょうかもし何かご質問があれば気分転換によろしいでしょうかちょっと手でも回していただくとリフレッシュされるかもしれませんいいですかはいじゃあ,あの <laughs> じゃあ続きをやりたいと思います。で、まあ、こういうチャット gpt が本当に。まあ、まずそもそもあの言語を喋れるというのは、それまでほとんどほとんどなかったわけですね。まあ、オウムがおはよう。というだけでも、なんか人間が気持ち悪いというか、ちょっと面白いと思うわけですけども、それどころじゃない。世界が一気にやってきたわけです。で、あのまあ、2020。3年の4月、5月、6月とみんなあの世界中の人日本でもこういうものを試して。 いろんな議論が始まりまましたでまずまあ初めて皆さん目にしたので何でこんなにこう流暢に言葉を操,られ操れるんだという不思議に思う方もいたわけですけどもまあこれはそのチャット GPT というのは元がですね言語モデルですので結局次の単語を順に自然に出すというモデルですからまあなんか流暢なのはまあそれである程度納得ができるというわけです。 それからまあどうしてこう何を聞いても何が答えるのかと何でも知っているように思えると。でこれはですね非常に大規模なウェブのコーパスウェブ上の知識で学習をしているからということになります。もちろんウィキペディアもウェブ上にありますけどもまあそれ以外に書籍だとかいろんな情報は入っていますがやっぱり分量として圧倒的なのはまあウェブの上のコーパスでえまあ皆様も <laughs> サーチエンジンといいますか検索を使われると まあ何でも知ってるなとなんかグーグル先生とかいう人もいるんだと思いますけども、まあ、そういう状態ですからまさにそれが大体入っているという意味で何でも答えると。で一番こう皆さんが心配されるのはまあ信頼できるのかといいますか嘘をつくのかとかもそういう話です。でこれはですねまあ今までのお話を聞いていただければあの半分ぐらいご理解いただけたかもしれませんけども。 えまあ本来的にはですねコーパスにといいますか自分が学んでないことを聞かれた時にはそれは知りませんと素直に言えれば一番いいわけですね。まあ、ところが基本的に言語モデルですから次の単語の確率のまあ大きなものを順番に出しているので「うそ」って言いますとだいぶ悪気があるように聞こえますけども悪気はないんです悪気はないんですがなんとなく次のそれらしい単語を出していくと 結果として事実に反することを言ってしまうということはよく起こります。でこれを「ハルシネーション」というふうにまあ,あのそういう言葉もうそれまではほぼ使われることに普通に使われる言葉ではなかったわけですけども、まあ、割とこの言葉が使われるようになりました。でこれはいまだに大きな問題でありましてあとでちょっとだけ議論したいと思います。で、えー、まあその後どんどんチャット GPT も 新しい,、えー、って言いますか改良されている部分もありまして結局まあ今の段階で私もあの、まあ、一応この分野の研究者として不思議といいますか驚くのはその意味といいますか文脈を理解するということの柔軟さといいますか賢さです。でずっと言語処理の,あの悩みはですね 文脈の理解がなかなか難しいと。それに対して人間は非常に賢いんですね。こう状況に合わせた理解をしますし、あまり曖昧だと思うことはほとんどないと思うんですけども、計算機にやらせると、もう至る所ころで曖昧だという話になります。まあちょっとすみません。その例は今日もあまで持ってきてないんですけども、まあそれがもう現代現状ではですね、驚くほどできるようになってきています。 でまあ、その一つの例としてご紹介するのはこのうなぎ文というのがありますううなぎ文というのは日本語学でずっと議論されてきた文体でして、まあ、日本語は A は B だという形で A というトピックに関連しているかなり広い範囲の B をくっつけることができます。でまたそれは別に 言語の表現といいますか文法的には全く誤りでないわけですね。で、典型的にというかまあもう何でもくっつくわけですけども、もよく議論されているのは私はウナギですと、えー、部長はウナギですそういう文です。で、これはまず言語として変だとは思われないと思うんですね。でもどういう状況かなってこう考えられると思うんですけども、で例えばあのこれ無料版の GPT 3.5に部長はウナギですを訳してくださいと言いますと。 Department head is an eel といでままあ元の通りじゃないかと思われるかもしれませんけどもこれちょっと後で言いますがこれなんか英語ではちょっと受け入れられないようです。で DeepL というこれニューラルネットワークの翻訳で、まあ、今非常に広く使われているものですけども、まあ、これに同じように入れても The Chief is an Eel と直訳を返します。 ところがこの g p t 4っていうのが先ほども言いましたようにまあまあ一番賢い AI だと考えられているものですけどもそこにこう言いますと「部長はうなぎです」というフレーズはまあ直訳すれば「ザ・マネージャー・イズ・ア・イール」となりますよとただしこのフレーズは日常的な会話でまあ直接使用されるものではないと思われると。ですのでコンテスツキストとか文脈に応じて適切な翻訳が必要 があるかもしれません文化的慣用的な意味が含まれている場合そのニュアンスを取り入れた役が必要になりますよというふうにまあこれはちょっと直訳でこれは変ですよということを向こうから言ってくれるわけです。でまあ対話的ですからじゃあ私がいやこれはお店で注文しているとそういう状況ですよということを言えばです チャット GPT はじゃあお店で部長うなぎですと注文する場面を想像するとこれはおそらく部長がうなこの場合ちょっとこの日本語若干来られてないかもしれませんけど、まあ、いずれにしてもその場合の英語の翻訳は「t h e m a n a g e r w o u l d l i k e e a t とか「t h e m a n a g e r o r d e r s e a t となるでしょうと。これはもちろん英語の世界で自然ということでまず翻訳ができるのはも,うもはや当然でしてそのもう少しこう広い文脈というか 言語による慣習の違いです。とか、まあ、あるいはもう文化的な問題とかですね。そういうことまで非常に大きな学習データの中からまあ反化して理解している状態が生み出されているとで、まあ、これは非常に大きなことだと思われるんですね。やっぱりあの機械翻訳の研究って、そもそもこう世界の中の言語のバリアを除いて、もっとこう。世界の人が仲良くなってほしいな。というまあ。そういう。 気持ちでで始まっているわけですけすども、まあ、やきちっと翻訳ができたとしても先ほどのような直訳になったりなかなかそのもう少し意図するところまで伝えるのは非常に難しいということだったわけですけどもこの生成の AI といいますか大規模言語モデルの言語の,この理解っていう状態が一段階それをこう改善したといいますか。 いまあ今未だにこう地域紛争とか終わらないわけですけども何て言いますか世界の中のそういうえ相互理解のなさに対してですねある種まああの大きな技術になっていく可能性あると思います。でこれはあの立教大学の山田先生のいろいろ面白い本もありますのでちょっとご紹介しておきたいと思います。でただですねちょっとここで注意はあのディープ L っていうのはどうやって翻訳を学んでるかというと。 大量の対役データを与えていますこの日本語はこう英語に訳しなさいこの日本語はこう英語に訳しなさいというペアを100万とか1,000万とかいう単位で与えてでニューラルネットワークで学習することによって翻訳していますが、えー、言語モデルのの GPT4 とかはそういういいものを与えていません基本的にはもう今日ここまで申し上げただけで非常に大規模な何千億単語というコーパスを ざっと次の単語を予測し続けているだけですその中には一部、まあ、その日本語と英語の関係について述べられているテキストもありますし少しだけそういう対訳の形になっているテキストもあるかもしれませんしかしそれは全く中心ではありませんしそういうものを集めているわけでもありません、まあ、しかし翻訳はできると。で同様にですので翻訳に特化していない逆に言うとどんな変換でもできます これも試されたことがあるかもしれませんが例えばあるテキストを入れてもっと優しく言い換えてくださいとか中学生ぐらいの言葉に直してくださいとかでこれが逆に問題で中学生がレポートに使えるっていう話にもなってしまうんですけども、えー、まあ大学生もレポートに最近は使っているわけですが、えー、そういう言い換えもできます。えー、関西弁ににしししててくくだださささいもいもますすこの間誰かが試してたんんですけど風 変換できます。で、さらにまもっと本当に面白いのは、例えば古文を現代語に訳すこともできます。これも古文の特別なトレーニングをしていません。で、今はまあ最近ちょっと平安時代がホットですけども、例えば平安時代の土佐日記、ちょっと字が小さいかもしれませんが、こう以下の文を現代語に翻訳して変換してといってこういうのを入れます。 ここで「以下の文法」というのはちょっと変ですけれども、はい、その文法を現代語に変換しますとこうなりますとかでこの下を出してくれるわけですね。でまあ土佐日記は結構こう有名ですからウェブ上にかなりこういうデータもそのものが入っている可能性もありますけれども、まあ、これはそれを見たからできているというよりはそういう関係性もかなり抽象化して反化して学んでいるのでおそらくこうではない。あの <coughs> 新たに見た初めて見た古文の表現でも、まあ、あの現代語への翻訳もできると思います。これも非常に教育の観点からもあるいはその震災なんかでも言われるわけですけど過去の情報というのをもっと活用すべきなんですね日本の歴史上。だけどそれが崩し字で書いてあってどっかの倉庫に眠っていてもうその古文で書いてあって全く全然活用進んでないわけですけども今崩し字の 文字認識もこのでで非常に進んでいますそうすると画像として崩し字を与えてそれをまず字を読み取ってこんなふうに現代語に翻訳して要約することもできますのである地域で昔にこういう災害があってその時にはこういう被害が出たということも収集することができるようになってきているということになります。それれからここも非常に最近の進歩ととして大きいことで RAG RA とか RAG とか言いますけども、まあ、翻訳しますと検索を検索で拡張された生成ということになります。で、まあ、ハルシネーションというのは非常に大きな問題だったわけですけども、まあ、その原因の一つはやっぱり知らないっていうことなんですね。知らないと知らないと言えずに言わずに何か適当なと言いますか言語モデルが勢いで何か言うと。と 非常に面白いのはある入力を与えられるとこの問題はある種自分が自信がないというモードになって検索をしにいきます。皆さんが Google とか Microsoft の b i n とかで翻訳検索をされると思うんですけどそれと同じことを中でやりますで検索しようという判断も自分でやりますし検索して出てきたテキストを今度は プロンプトと言いますか入力として自分に自分が食べるというか自分が解釈するんですねでそれを要約してなんか答えるわけですで例えばこれはあの大谷翔平選手の2023年の成績を教えてくださいというのも2020年の最初くらいに聞いたんですけども当然あの大規模な次の単語を予測する事前学習ではそういうデータはまだないその時点ではもう学習してないわけです。 で、ですので、あ、自分はこれは今答えられないなと思って、検索に行きます。これは、まあ、マイクロソフトのサービスとしてピンを。 使うわけですね瓶から適当に大谷選手の成績みたいなページがいくつか出てきますので、まあ、その大事そうなところをまで先頭ですかね取ってきて自分のプロンプトに入れてそれをベースに要約してまあなんかこんなことを言っています試合数はいくらで打席数はいくらで打率はいくらでその素晴らしい成績で何とか賞もらいましたということを言ってくれるとでこれは元のコーパスには入ってないんですけどもダイナミックにウェーブの検索をしてきて答えると。 というモードですですので自分自身でそれを探しに行っているというのはなかなか面白いわけですね。それから画像も理解できます GPT-4 はということでしたけれども、えっと、そので,きできますと言われたのは23 2023年の3月ぐらいでもう1年以上前なんですがこれ一般のユーザーが使えるようになったのは半年ぐらい前からです。であの実際いろんなことができます。 これは私はウェブから COVID-19 の肺の CT 画像を取ってきて入れてこれちょっと診断してくださいと言ったら日本語で言えば日本語でしてくれたのかもしれませんが英語でガーッと診断結果が出てきてこれはちょっと見えないと思うんですけども一応お医者さんに聞くとまあそういうらしいことを言っているそういうらしいでまあいいことを言っているそうですであのこの大規模モデルの研究はまあオープン AI だけじゃなくて Google もやってますいろんなところやってますけども Google が特に この医療に特化したあのモデルについて、いろいろ論文を出しているんですけれども、その最新の状況だとこの毒 a ですね。放射線科の毒 a とこの ai の毒 a のレベルはもうほぼ同じレベルになってきている。もうどちらがいいですか？と。あのランダムにですね。被験者には見せずに2つの毒。a の処刑を見せてこっちがいい。こっちがいいっていのを選ぶと、もうゴブ五分の状態になって。て もちろんあの医療の応用に本当にこういう技術が使われるかどうかはあの社会がそれを受け入れるか社会重要性の問題がありますけどもまああの医師をアシスタントするレベルにはまなりつつあると。であとはですねこう,こういうこうまあ自然自然っていってもこれは CT ですけど自然画像もありますが文書画像っていうのもありますよねい。ろいろ文章の中に図ががああっったたりりグラフがあったり そういうもので説明しながらそれに対応するテキストがあります。で例えばこれは物理の試験問題でこれもここにある図を理解しないとこの問題は解けないわけですけどもこの図を理解してこの問題を解いてちゃんと回答しているということを GPT-4 はやっています。これはもう GPT-4 の出た時の2023年3月の論文で載っている例です。まあ、数も 頭の中どうなっているか多言語性も含めても分かんないんですけどこれはフランス語なんですねちょっと見えないとフランス語で書かれた問題、えー、図の問題をもう答えは英語で答えた多分フランス語で答え直せとか言ったらフランス語で答え直すと思いますけどもという状況ですそれからまあこれがまあ常識知識まさに知識源、えー、ということになりますのでこれを活用すると まあロボットの学習も非常にこう改善されるといいますか広がるとこの RT2 という名前の付いているそのロボットシステムといいますか学習システムなんですけれどもこれはロボットトランスフォーマーです先ほどのトランスフォーマーが出てきます。でビジョンとランゲージと動作のモデルでウェブのナレッジを ウェブ上の知識これは結局言語モデルです言語モデルを使ってロボットをトレーニングしますよと。これも少し小さいかもしれませんがあの何かを取りなさいとか何かの上に何、えー、か置きなさいとかですねサッカーボールを取りなさいとか,なんかいろんなことを質問したら答えその通り動作しますね。でロボットの学習っていうのはこう一個一個動作を学習させるので非常に大変で。 さすがにサッカーボールを取り上げるとかそ,そんな学習まではしてられないわけですボールを取るとかです、ね、そういうことをやっているかもしれませんが言語モデルがこうかなり知識ビジョンも含めて知識のところをこう補強していますので別にサッカーボールを取る練習をしなくてもサッカーボールというのはこんなものだということを知っていてサッカーボールも取ること、まあ、そういう反価ができているわけですけども、まあ、この論文の中であの説明されていて非常に注目というか。 えー、みんなが面白いと思ったのは、これもちょっと小さいかもしれませんがハンマーですね。あの釘を打ちなさい、打ちたい。ハンハンマー金槌で打ちなさい。だけどもハンマーはないと。じゃ何使いますかと聞聞いたわけです。そしたらロボットは石を掴んでその釘を打ち出したと。だからまあまあ石も硬いしハンマーもすごい硬いということが大規模なテキストには書いてあって。 だからこれは豆腐では打てないわけですね。意、え、思、ー、があれば釘を打つこともできるということを何も特別な指示をしなくても分かってやったということであります。それでまあチャット GPT でできることをちょっと少しサマライズしますと、まずまあプロンプトといいますか入力ですねによってまあかなり知的なコントロールがやっぱりできるようです。ですので。 プロンプトエンジニアリングみたいなことも言われましていかにきちっとした指示を出すかということが重要ですで、きちっとした指示が出せればあのここまでですご紹介しましたが要約だとか言い換えだとか翻訳とかができますそれからアイディア出しとかブレスト壁打ちとかですねそういうことも相当程度できると これはちょっと面白い話をこの間聞いたんですけれども漫画家の方も最近、えー、言語モデルといいますか AI を使って漫画の制作をしていると。で画像,の画像の部分はですね実は背景のところを描くというのは非常に大変でコストがかかるそうですが、まあ、そこをこういう生成 AI でやってあのちょっと変な時もあるらしいんですね。電電線線がが真ん中かけていていこう 両端だけあるんですよこ,こにないみたいなそういう,こうちょっと論理的に変なことがあるかもしれませんけど、まあ、それはちょっとつなげばいいと。だけどそれよりも面白い話はですねその言語の方です。言語の方で漫画の科の方が一番こうつらい作業は何かというと、まあ、漫画のアイデアを考えるわけですけどもそれを出版社に持っていって説明すると結構こうボロクソを言われるらしいんです、ね。すごいダメ出しを受ける でこれを AI とやるわけですそうすると AI はまあそれなりに丁寧に訓練されていますのでなんか褒めてくれるそれは面白いアイディアですねだけどこんなことも考えてみたらもっといいんじゃないですかと言ってくれて、まあ、それがその漫画家さんとしては心の安寧といいますかもうとてもそれが一番ありがたいというようなことをこの間おっしゃってました。で、えー、っとまあそれにも近いんですけどもロールプレイングゲームもできます。なんか学生さんは最近就職の面接を AI を使ってやっていてしかも一般的な面接ではなくてですね例えば病院に就職しようと思います病院で聞かれそうなことの面接官になってくださいとかそういう相手の立場を指定できますそれからこの問診というのはこれ医学部の教育で患者さん役をしてもらう方をお願いしてあなたをこの胃が痛いことにしてくださいそれでこういう症状があることにしてくださいってお願いしてこう問診の練習をして。 んですね、でそういう医学部のトレーニングであの患者さん役の薬人を探してくるっていうのは非常に大変というかコストもかかってたそうですけども実際にそれを AI で置き換えて AI に「あなた以が痛いことにして学生さんと対話してください」と言ったらそれで対話をしてくると。で学生さんはその練習をしているとまあそんなふうなことも始まっています。それからプログラミングの支援これもかなりできます。 これはあの、まあ、プログラムもですねプログラミング言語というもので書かれたある種テキストですから文法も非常にきっちりしていますのでそれでもトレーニングすることによってプログラムを何て言いますか次の必要なプログラムを提案するとかプログラムを入力にしてここが間違ってますよというのを指摘するとかそういうこともできるようになってきています。であのこういうい いろいろ便利なことがあるんですけどもじゃあどうやって使いこなすかっていうのは結構難しい面もありますのでそこでといいいうううう試みというかそもううものもありますこれは GPT をベースにしてこのある働きをするシステムを対話的に作り出してそのログっていいますか結局プロンプトの記録なんですけどもそれを蓄えておいて。 次自分が使うときにパッとそれを引き出して使うことができますしそれを <coughs>、えっと、あるグループコミュニティでシェアすることもできます。でこれはまあ新しい枠組みでこれまだまだ過渡期でいろいろ発展していくと思いますけども、まあ、例えばこんなことも始まっているという例でご紹介します。ちょっとあんまり時間がないのでここは駆け足に要点だけ申し上げますと。 結局その GPT と対話をしてそういうシステムを作るんですね。プログラムは一切いりません。言語で指示するだけですで。じゃあまず向こうが何しましょうとか言ってくるので,でこれ私が実際にやった例ですけれども何て言いましたかねなんかニュースを英文のニュースを持ってちょっと英語を勉強するニュースも見たいみたいなコンテクストで英文のニュースを持ってきてその重要な用語を取ってきてその大役を見せてくださいっていうプロンプトです。で毎回そういうういこと言うの そうすると向こうはじゃあまずタイトルとして「んだかなちょっと読めないな」「はいじゃあやってみますよ」みたいなこと「ニュースサマライズニュースサマリートランスレーター」とかそういうその名前でいいですかそのモジュールはっていうこと向こうがまあだから私の希望を聞いて 提案してくるわけですね。まあこれ日本語で言ってるんですが、まあ英語で提案してきます。まあ、それは何でもいいので、オッケーとか言うんですね。のそうするとじゃあそのロゴを作ってあげましょうとか言って、これは生成 AI で画像を作れるので、じゃあこんな感じでどうですかって言ってきます。あのもうちょっと洒落たのにしてくれとか言ってもいいんですけども、まこの場合はオッケーですよとか言うと、じゃあ次行きましょう。で、あなたは特にどういうことを希望しますかとか気をつけますで欲しいですかみたいなことを聞いてくるので、まようやくは英語で出して。 その要約だけじゃなくて重要な用語を取り出して日本語の訳も示してねということを言いますそうすると OK とか言ってあとはなんかどんな雰囲気がいいですかとかいうのでまあフレンドリーにしてくださいとか言いますとじゃあできましたとか言ってこの右側の画面でちょっと試してもう少し修正したければ修正しましょうという対話をしてきますで、じゃあもうこんなもんでいいですよというとその先ほどの名前で私の GPT の中にそれがあの蓄積されます でそれを私もこれは使ってないんですがいくつかそういうものを使っているってことはありますけれども一般的な対話をするだけじゃなくてその先ほどの記録したものをんでしたかね「ニュースサマリートランスレーター」プチッと押すとそのモードで動き始めます。で入力にですね「AI 関係」とか言ってどんなタイプのニュースが欲しいですかというので AI 関係と入れると、えー、いくつかのニュースを取ってきてそのサマリーを出して。 その下の方にアーティフィシャルインテリジェンスっていうのは人工知能ですジェネラティブ AI っていうのは生成 AI ですよなんとかっていうふうにまあそこに出てきた重要な単語とその翻訳を出してくれるというのでまあ朝一こういちょっと自分の分野の確認をするとかするとまあ英語でざっと分かってまあ専門用語で分からないものもありますからこれで調べることができるというのをまあほにプチッと押せば動かせますよ。 みたいなことが作れますしコミュニティでシェアすることもできると、まあ、そんなななような便利さになってきてきいます、はい、そしたら最後のセシクションとして、まあ、このじゃあ LLM とても便利になっていますし、まあ、まだハルシネーションとかいろんな問題はありますけどもまあ いいろいろ活用できそうだとじゃあ一方でまあ懸念もありますという話を最後少しさせていただきたいと思います。で一つはこれやっぱり研究開発というのが一部の組織の河川状態つまりオープン AI、グーグル、バイドゥ、えー、いくつかと、まあ、そういうところが本当に大きな強いモデルを作れる、まあ、それだけであってかつそれがまあオープンではもうないです、ね、何をされているかというのは分からないということがあります。 であのその強い大きなモデルについてはどういうデータで学習したかということは公開されていませんし全体的にブラックボックスで,で、まあ、賢いことは賢いですし、まあ、先ほどの多言語性も素晴らしいんですけどもそれがどうなっているかっていうのは分からないと。で一方で、まあ、あのハルシネーションですとかそれからウェブ上のいろんなこう情報のバイアスをまあそのままあるいはさらに増幅してしまうとか、まあ、いろんな課りがあります。 それからまあオープン AI はあの日本にブランチ作って日本のビジネスとして非常に重要なターゲットだと思っていますので最近改善もかなりして,いましたけどしてきていますけどもまあ元の,の GPT−3 のコーパスではまあ英語が0.1%ははしか入っていませんしか入ってないのにあんなにしゃべれるのがまた不思議でもあるんですけどもまあしかしやはり日本語の理解とか生成能力というのは少し劣ると。 でこれはちょっと内部表現のことを説明していますがちょっと細かいの時間もないので今日は割愛させてままあ、ちょっとまた見て、ね、それからまあこのサービスとして、まあ、国内にサーバーを置いてセキュリティのその国の認証を取るようなサービスも検討されているというか、まあ、出てきていると思うんですけども、まあ、とはいえ本当に日本の企業の非常に重要な内部のノウハウを GPT とかそういうサービスに入れるっていうのは禁止しているっていうのは企業はまだまだ多いですし、まあ、多分ちょっと本当に気持ち悪いと思うんですね。でさらにそういう,こう日本の情報アセットっていいますか知識をまあ全てオープン AI とか Google とかそういうところに完全にこう頼るっていうのはまあやはり経済安全保障的な懸念はあるだろうというふうに思われます。まあそういうことであのオープンでかつ日本語もきちっと扱えると。 まあ日本語は扱えるんですけど日本の考え方とか日本の活動であるとかそういうものもちゃんと踏まえたモデルを作りまたそのハルシネーションも含めていろいろ原理についても検討していくようなことがやっぱり必要で,で、まあ、あの我々 NII としてはこうアカデミアとしてそういうことを全て公開していきたいという活動を、まあ、去年の5月ぐらいから始めました。で私ももそうなんですけども、まあ 機械翻訳とか自然言語処理というのはその一番コアの技術でしたので、まあ、その研究者30人ぐらいで勉強を始めたというのが去年の5月です。で10月ぐらいに先ほど GPT-4 は2兆ですから非常に大きいですね。GPT-3.5 っていうのが今無料版の GPT で1750億。で 去年10月に取り組んだのはこれよりもう1桁少ないわけですけども130億パラメータサイズのデータを作ってこれを公開するということをやりました。でそれがどんなモデルだったかというのはですねちょっとこれも細かい話なので、えー、概要だけにしたいと思うんですけども、まあ、10月に公開したモデルはすでに3万件以上ダウンロードしてもらって、まあ、いろんな方に使っていただいています。まあ、一番のポイントは日本語と英語とと英 ほぼ半分ずつのコーパス量です。g p t 3のコーパスは、日本語は零点一パーセント、日本の活動は零点一パーセント。しか知らないんですけども、まあ、ここでは半分50、五十パーセントにして、どんなモデルなるか、ということを実験しています。でこれはまあもう少しチューニングの方法を改善したものですとか、まあ、この四月に出しましたのは、もう少し。安全性に配慮するトレーニングをしたデータを作っています。これ、ちょっと後でご紹介します。 ちょっといろいろ話が行ったり来たりして恐縮なんですけども LLM の研究開発でも本当にビッグサイエンスでして非常に大きな研究まず事前のコーパスとし事前学習のコーパスとして大規模でかつ良質なものを準備する必要がありますし非常に大規模な計算資源でこれを安定して運用する。 並列計算すするとということもありますそれから一回できたものにチューニングをして問題集のようなものを与えてさらに賢くするですとかそのできたシステムを評価するでこの評価も非常に難しくてかなり賢いのでかなり賢いものをじゃあどうやって評価するんだということがあります。でまあ我々のグループグループといいますか我々の活動は私が本当これは我ながら良いなと思っているのはもう日本のいろいろ大学のトップの 世界で戦っっっててているトップのの研究者が我々の活動を一緒にやってもらっていますそれからその言語処理とかですねそういうグループだけじゃなくていわゆる計算機システムのハイパフォーマンスコンピューティングの代表する研究者も参加していますそれから最近は安全性に関する問題を考えていこうとかやっぱりマルチモーダルの問題を考えていこうそういうことも進めています。 でこの活動の場はスラックというところでして、えー、LINE みたいなもんなんですけどもう少し使い勝手のいい割と研究者がよく使っている世界をベースで,で、えー、まあ日々もうここでディスカッションが行われています。で先ほど50人でスタートしたと言いましたけども今これちょっと前のスナップショップなんでこうですけど今1550名ぐらいになっています。 でこの下のグラフは、えー、この本当に活動している人が200人ぐらいでまあいろいろここの読み書きして情報を取ったり情報を提供したりしている人が1,000人ぐらいということを表しています。で我々のモデルもですね,ですね13ビリオン130億でも、まあ、結構いろいろ面白いことができまして先ほど「土佐日記」の翻訳がこんな感じですよと言いましたがこれ下は我々のモデルの出力でして、まあ、ちょっとあのっと 滴らずなところももありますけれども、まあ、結構そういう翻訳もできるというレベルになってきていますし、まあ、これももう多言語性というのは現れるので当然といえば当然なんですけれども50%日本語50%英語で、まあ、おそらくどっかにちょっとぐらい中国語入っていると思うんですねウェーブからガーッと取ってきてきますしかし中国語で話し対話ができます。 えー、日本の一番高い山は何ですかと、まあ、中国語で聞いたら、こは日本語なんですよ、日本最高なんとか富士山です、中国の主席は誰、中国の史跡は習近平ですというふうに日本語で答える、まあ、これも何語で答えるとかも言ってないんですけど、まあ、インストラクションとかにもあるんです、ね、それからまあここが一番我々重要だと思っていまして、まあ、オープン AI とかもそういうサービスは、どういう学習データかというのは分かりません。 だけども例えばニューヨーク・タイムズのデータを取ってきて学習しているのでニューヨーク・タイムズから訴えられたりしているわけです。最近はタイムとすごい連携をするみたいな報道もありますけれどもで我々はどういうデータで学習したかそれとそれをどういう単位でこの学習の何ステップ目でこう使ったかということも全て持っていますしその途中のモデルがどういう状態かも全部持っていますしまあそれもほぼ公開しています。で例えば 地震の原因はナマズが動くここととですかいいいえそういうことはありません地震盤に蓄えられるけどんだかこんなふうに答えるんですけどもこの時にこの質問と答えに一番近い元のテキストを見つけてきてそれをこう表示しています。で RAG の場合はもちろんそういうことはそこでダイナミックにやっているからできるんですけどもこれはもう全てのコーパスを持っていて。 インデックスを貼っていて入職に近いものを出せます。で、まあ本当にここからだけ来ているわけじゃなくてですね、もうそのそこのテキストを学んで抽象化して答えているわけではありますけれども、まあおそらくかなり関係している部分はこういうことですよと示し、かつそのメタデータ、そのウェブページのアドレスですとか、例えば論文とか小説とかそういうものを使うんであればその論文の タイトルとかです、ね、そういうものを出しますでそうすると著者からしてみると勝手に使われているというよりは、まあ、半分宣伝的な要素もあってですねあ面白いことを答えてくれていてこれはこの新書だと分かれば、まあ、それを買う人もいるかもしれませんしそこのウェブページに行って広告モデルに対応するかもしれないということで、まあ、こういうふうにちゃんとやったらデータを使ってもいいんじゃないですかということを今日本新聞協会とか国立国会図書館とか、まあ、そういうところと相談をしています。 でこれはまあ多言語性なんですけどもちょっとこれも少し細かいのでも省略しますね。で、えー、とその後ですね11月にはその1750億ということですので GPT3.5 サイズのモデルの学習を少し始めましてで、えー、と1月にジニアックという経済産業省の計算機資源を使わせてくれる。 プログラムに採択されてこの学習を4月から今やっているところですしあとまあ最初ご紹介いただいたかもしれませんがあの文部科学省の事業としてこの大規模言語モデル、えー、まあ生成 AI に関係する研究をする組織を NII の国立情報学研究所の中に作らせていただいて、まあ、先ほどの1,500人ぐらいの活動をも継続しつつ えこの <laughs> 言語モ我々の目標としては、まあ、この縦軸はその何て言いますか可化さをちょっとえざっくりと書いているものなんですけども、まあ、GPT-3 という非常に大きなモデルで学習するシステムが出てきてそれをインストラクションしたあたりからまあ本当に賢くなってきてこの GPT-4 というのがまあ今ある。 現状でで番賢いレベルですでその後 Google のこのジェミナイですとか、えー、アンソロピックという会社のモデルとか出てきていますけどもまあ大体それに並ぶぐらいということで若干今そのこの賢さレベル的には頭打ち状態があります、まあ、ただ今後また新しいモデルが出てくるどんどん出てくるのは間違いないと思います。でまだ新しいこう傾向として、まあ、ミクスチャー・オブ・エクスパートといいますか なんか複数のモデルを並列して動かすようなモデルが出てきたりそれからこう非常に膨大なデータで学習するモデルが出てきたり、まあ、いろんなもちろん動きがあります。でこういう中でえっと13ビリオンのモデルっていうのはまあ賢さレベルはこんなもんかなと。でできれば来年ぐらいにまあ我が国でもこの GPT-4 に近いレベルのモデルをきちんと作って。 やっぱりそこの土俵に立たないともう新しいこともできませんし議論もできないので,でただしそういうものをオープンにしてその透明性とか、まあ、ハルシネーションとかそういう問題に対抗あの研究ができるようなことにしていこうとで一応今のプロジェクトは2029年までなんですけどもちょっとこの勢いで2029年に何が起こるかなかなかもう予想ができないのですがまあ世界と合するような研究の場は作りたいなと思っています。 でこれもまあもうちょっと簡単に n i i は日本の学術情報基盤を支える活動をしていましてネットワークですね日本の大学とか研究機関は n i i が基本的に整備しているネットワークを使って高速にデータのやり取りをしたり世界との共同研究をしています。でさらにこれから研究データが非常に重要ですのでそれを蓄積する基盤もサービスしています。 その上に今日ご紹介したような言語モデルをベースにしたいろんな学術研究のコラボレーションといいますかそういうことで社会課題を解決していくと、まあ、そういうことにしていきたいと思っています。ちょっと長くなって申し訳ないんですけどあと2枚でしてこれからどうなるのかとこれはまあ本当に難しいのでちょっとすいません我ながらタイトルがよろしくなかったなと思っているんですが。 まずちょっと技術的なことを言いますとこの AI、まあ、特に言語モデルの賢さの,その決まる要因というのは計算量とモデルサイズとデータ量とそのそれぞれで決まるとこれこう言われています。で計算量とモデルサイズはまあお金があれば基本的には解決,解決するって言っても あの大変なんですけども、えー、そういう問題ですけどもデータ量というのはもうつまり人間が今までこう生成した知識医療テキストというのは上限があります、ね、それはもう今かなり限界に近づきつつもうありとあらゆるものが使われるように特に g p t 4とかではなっています。で今後その人工合成データみたいなものが検討されていくという流れではありますけどもこれはなかなかうまくいってないというところもありまして。 量の観点からの改善というのは今若干次の新しいブレークスルーを模索中です一方でデータの質を改善するという方向はありまして例えばウェブをやたらめったり入れるだけじゃなくて教科書みたいなものをきちっと整備するとか、まあ、解説をした非常に丁寧な文章だとかやっぱり論文っていうのも重要な知識意見です。そういうい ものの利用を整備して、まあそういう何て言いますかね、オープンな方向性で AI に学ばせると、まあ人類の血を共有して、それをまた次に生かすみたいな流れはこれから出てくると思います。それからまあ動画ですね。えー、まあ画像はかなり処理されますけれども、動画の利用ですとか、それからちょっとあのご紹介しましたけれども、実世界のロボット。 でその実世界を理解するような学習、まあ、これは伸びしろが多いキーといいますかこれからどんどん出てくると思いますまあロボットがいろいろ本当にあのアシストするような形で出てくる、まあ、あの外国では配膳ロボットっていうのはかなりうろうろしていますけども日本は若干そこが遅れ気味ですが、まあ、そのあたりはどんどん進んでいくものと思います。 それからハルシネーションということは何度か大きな問題だということを言いましたけれども世界中でもこの対策っていうのはどんどん研究が進んでいてかなり減る可能性あります。ただしゼロにできるかというとですねこれはなかなか難しい問題がありますのでまず一つは使い方の選択というのがあってやはりユーザーの方がそのタスクにおいて専門性が高い。 いう状況でアシスタントとして使うという場合には、まあ大幅な効率の改善があると思われるわけですね。一方そうでない場合には、やはりその使い手側がその結果をいかにこう批判的思考力を持って活用するかと。まあこれはいわゆる情報リテラシー一般に言えることなんですけども、まあ最近はフェイクニュースというのもいっぱいありますし。 俺俺さっきもいっぱいあるわけで、そういう社会なわけですけども、そういう情報に対して、もうこの情報はどうなんだと自分の知識に照らあの、えー、照らし合わせどうなんだということをきちっと検証すると、まあ、そういう使い方が必要だと、そういうトレーニングも必要だと思います。まあ、そういう意味ではあの生成 AI はま日本の大学とかはですね比較的使っていこうという方向だと思いますけども。 まあ中にはですね全、ま、く使わせないというようなスタンスもあると思いますけども、まあ、それよりは活用することを早くから学ぶ方がいいんではないかという気もしています。であの専門家レベルの AI の支援っていうのはまあはず始まると思います。まあ、医療も含めてですね法律家ですとかいろんな専門分野があるわけですけどもそこで支援というのは始まる。で徐々に AI の精度が上がっていった時に その本当の判断を AI に任せるかどうかというのはある基本的なタスクに関してでこれはまあ社会の需要性の問題で、えー、まあ自動運転と近いその議論になるのかなと思います。つまりやはりゼロではないんですけども人間の事故率よりも低いとつまりその判断ミスではないんだけどもお医者さんがものすごい過酷な環境である時の判断ミスの確率より低いとなってきた時に。 まあ命に関わるような手術は難しいかもしれませんけれども、まあある種のものを代替していくという可能性はある。まあこれはからこれはまあ社会の議論になっていくのかなというふうに思います。すみません、だいぶ長かったです。はい、以上です。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。